いや、久しぶりのあの動画撮影ということでございまして、時間気にせず自分がやりたいように楽しくやっていこうと思います。では行きましょう。で、僕のあのこのチャンネルでまあよく出てくる洋服のメーカーというかブランドといえば、まあユニクロとか GU とか、まあ以前の無印だとか、まあシュプリームとか出てくるんですけれども、あと一つございますね。オニータブランドでございます。で、オニータさんとのこの付き合い多分1年半とか2年ぐらいになってくると思うんですけれども、本日はそのオニータさんからまた春夏のアイテムとしてご提供いただきました。ということで、はい、このねマネキンに着せてるのも以前前回別注させていただいた裏鬼のロンティーって、カーディガンを着せてますね。このねカーディガンの素材好きなんですよ。ということでね、なんとなく想像つくと思うんですけど、このシリーズですね、このシリーズの新作になるんですかね。では、早速こちらでございます。今回ご提供いただきましたのが2アイテムございまして、半袖 T シャツとショートパンツでございます。では、早速なんですが、トップスの方からいきましょう。もうほんとね、このシリーズねめちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、このシリーズといえば、これがほんと1年半2年ぐらい前にご提供いただいた、こちらもオニータのシリーズで、この素材感が本当にたまらないです。ということで、はい、こちらクルーネックでございますね。いきます、開けましょう。色がまたね、いいんすよね。オープン。いやー、やっぱ、このね、張りのあるこの固めのね、生地ね、最高ですね。で、全体まずいきましょうか。こんな感じでございます。ここなんすよ、またラグランスリーブ着ちゃいました。ポケ付きの半袖 T になりますね。で、ここがオレンジの、オニータパワー T の、これがプリントになっておりますね。で、ピグメント加工のブラックなんで、まあ、真っ黒っていうか、ほんと墨黒な感じがします。まあ、グレー、うん、黒、真っ黒ではないですよね。グレーですよね、どちらかといったら。一応表記としてはブラックにはなってますね。ピグメント加工のこのブラック、すごいそそられるんですよね。めちゃくちゃいいですよね。で、素材ほんとしっかりしてる。音で伝わらないかの、この、張りのある生地感、最高っすね。で、まず首周り、このような感じでございます。作り、ほんとにしっかりしてますね。で、ラグランスリーブになってます。で、袖のこの幅結構太めですね。はい、このような作りでございます。しっかりしてます。で、ポケットがついてます。ポケットはね、そこまでは大きくないけれども、まあ、主張しすぎない大きさというか、まあそんな感じでございますかね。で、前身頃がこのような感じ。後ろ身頃がこのような感じでございます。で、まあ、作りとしては丸胴ではないんですが、ここ特徴になってますね。ここが、こっちが後ろですね。前。2センチぐらい長さが違いますかね。これだから、もちろん男性もそうだし、女性でも、ね、多分着ていただけるシリーズだと思いますんで、幅広く、うん、着られるんじゃないかなとは思います。で、色も5色展開あるんで、まあ、好きなカラーも選べるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、僕はね、まあ、間違いなくブラックでしたね。まあ、最近カーキとかオリーブとかも好きなんで、なんかそっち系の色もいいかなと思ったんですが、やっぱ安定的に着るんだったら僕の場合やっぱブラックかなと思います。ということで、まずですね、オニータこちらのですね、パワーティーの半袖 T シャツ、ポケ付きの半袖 T シャツでございました。あ、そうそう、ちなみにね、今回ね、一応サイズ展開見せてもらって、僕、はい、これ品番とか書いてるんですけれども、 M サイズにしております。 M サイズです。 M でも結構大きめですね。僕の、身長は170に体重が63キロぐらいですかね今。で、 M でも結構ゆったりした感じで、着丈もそんな短くはないんで、ね、今回っていうかね、後ろは気持ち、着丈も長いんで、M サイズでも十分ゆったりサイズになりますかね。なので僕より身長高かったりとか、大きく着たいとかいう方は L サイズもありますんで、ほんと選びやすくなってるんじゃないかなと思います。で、続きまして、はい。はい、こちらでございます。珍しく、パンツなんですけれども、じゃーんということで、ショーツです。ショートパンツになります。
はい、ということでショートパンツでございます。結構まあ合わせた感じでいくと大きめな雰囲気はありますね。ということで詳細の方を見ていきたいと思います。でまずウエストの部分見ていきましょう。これゴム結構ねしっかり入ったね作りになっておりまして、まあ、ウエスト大きかったりしたら紐もついてるんで結んでね履くこともできます。でさっきのオニータのねプリントは左の腰のあたりにですねプリントされております。ほんとねシンプル、パッと見シンプルなんですけれどもちょっとしたこだわりございまして、こちらワンタック入ってます。タック入りのですねショートパンツでございます。でポケットがサイドと後ろポケット、で後ろポケットね僕多分普通に腰履きがっつりして履くと思いますんで、このバックポケットのね大きさってまあちょっとこだわってるんですよ。結構デカめ好きなんで、これ結構デカめのバックポケットついてるんで、これは個人的に嬉しいかなっていう印象がございますね。で裾の部分でして、はい、まあトップスのようにここが割れてたりっていうことはないですね。ほんとねパッと見めちゃくちゃシンプルなんで、まあセットアップでね、必ずしも着るわけではないんで、例えばちょっと今からだったらシャツじゃないけれども、まあ半袖シャツとかと合わせてもいいかなと思います。まあ僕の場合基本的に T シャツとのね組み合わせがほとんどだと思うんですけれども、それにしてもねもう色がいい、このですねブラックピグメント加工めちゃくちゃ好きっすね。それでは、ちょっとね試着してみる前にちょっとサンプルのカラーとしてですね送られてきているものがございますので、この辺りもね見ていきましょう。で別カラーでですねこちらまずネイビーです。もう同じようなピグメント加工になってるんで、このネイビーもですねこのウォッシュかかってるこのね感じ分かります？この色が違うここの感じ、ウォッシュかけてますよ、ピグメント加工してますよみたいなところが非常に、はい、ネイビーは際立っているんではないかなと思います。ネイビーもですねいい色かなとは思います。続きましてですね夏らしいカラー、一応、カラーの、表記的にはナチュラルになってますね。ナチュラルカラーになってます。きなりみたいな色味になるんですかね。うん。ナチュラルカラーでございます。これなんか女性とか良さそうな気がしますね。で続いてですね、はい。ベージュでございます。ベージュと言っても結構結構濃いめのベージュなんですよ。この辺とね正直どうしようかなって悩んだぐらい非常にいいカラーでございます。ベージュでございます。ベージュのこのピグメント加工具合もなかなかいいのではないかなと思います。ベージュいいっすね。ベージュでも結構濃いめのカラーになりますね。で続きましてですねこちらも、最近の私の好みとして、はい、オリーブとかそっち系のカラー好んできているんで、これもいいなと思ったカラーの一つ、こちらが表記としてはグリーンとなっておりますね。グリーンもですね色味すごく良くないですか。ピグメント加工っていうのが多分ね個人的に多分好きなんでしょうね。このプロッパーのカーゴパンツと合わせてグリーンオリーブコーデみたいな感じでニューバランスのグレーのスニーカーとか履いちゃってもなんか様になりそうなカラーになっておりますね。はい、ということでまずトップスの方から着ていきたいと思います。はい、実際着てみました。まず一周回ってみましょう。身長172センチ、体重62、3キロぐらいで、M サイズの着用でございます。いかがでございますでしょうか。まずサイズ感、はい、程よい大きさで気に入りました。良かったです。でもう着た感じ、結構身幅もゆったりしてるんでなんか窮屈感がないんでそこら辺も好きだし、素材感、この張りのあるですね生地感最高ですね。でウォッシュかかってったら
ちょっとね、こうまだ新品なんで、新品のなんていうかな、畳地はみたい、畳地はっていうか、折りみたいな感じもあるんですけれども、そのあたり取れてったら、よりもっとね、自然な風合いになってくるんではないかなと思いますね。この袖のね、この長さもいいんすよ。これ五分袖ぐらいになるんですかね。この感じいいっすね。あとラグランスリーブ、最高です。横、はい。後ろが、まあ、2センチぐらい長いんで、いかがでございましたでしょうか。こんな感じのね、作りになっております。お尻若干隠れるかなっていうような印象でございますね。で、ほんと身幅かなりぶっといんで、まあ、僕の体格で、まあ、M サイズでこれだけゆったり着られるんで、まあ僕より身長高かったりとか体格良かったりだとか、あともうちょっと大きく着たいよって方は L サイズあるんで十分だと思います。で、ちなみに後でね、最後っていうか、L サイズもとりあえずあるんで、まあ着てみましょうか、とりあえず。一応 M と L 着てみます。はい、続いて L を見本で着てみました。いかがでございますでしょうか。もう印象としては、ワンサイズ上げただけなんですけれども、感覚的になんか2サイズぐらいアップしたんじゃないかなっていうぐらいの身幅の大きさとか、ここら辺ですよ。ほんとね、でかくなりましたね。で、袖の長さも随分違うと思います。七分までは大げさなんですが、もう6分、5分以上あるかなっていうような印象がございます。まあ僕の体格で、まあ、ゆったり着たかったら多分全然 L でもいいと思うんですけれども、まあ身長高かったりとか体格良かったり大きく着たいって方は L サイズ、はい、ございますので、うん、これも、色いいっすね、でもこれ。これグリーンなんですけど、プロッパーのこのカーゴパンツとの相性いいっすね。グリーンもいいね。はい、そして続いてですね、ショートパンツの方行きましょうか。トップスやっぱでも M っすね。うん、M の方が、個人的には今の雰囲気、気分だったら M サイズでも十分かなと思います。ということで、ショートパンツ履いてみましょう。はい、続いてなんですが、ショートパンツを履いてみまして、ニューバランスも履いてます。このニューバランスの相性いいっすね。で、このね、タック結構これ効いてますね。ポケットとかね、入れた感じ、このね、膨らみ具合、すごい好きな雰囲気があります。で、丈はね、別にそんなね、長い丈であれですね、ウエスト結構しばきで履いてるんで、ウエストで履いたら、もしかしたら短い部類に入ってくるのかな、膝上な感じになりますね。ちょっと落としてね、膝が少し隠れるぐらいの、履き方が個人的には好きですね。で、今ね、ここだから、新品の折り目がついてるんで、まあ、ウォッシュかけて一回洗ったらもうちょっとこう丸くなってくるんで、より形出てくるんではないかなと思います。まあ、履き心地としては、このトップスと同じ生地で、張りがあるような、素材感でございまして、なんかね、こう、薄くて、なんか伸びたりとかいう心配はなんかあんまりなさそうな感じの生地感になってますね。あとあのポケットなんですが、ちょっとわかるかな、ここ。縦に入ってるんで、手を入れた時のアクセスが若干引っかかるかなとは思うんですが、もうそれもただ腰周り、このタックが入ってるおかげで、ちょっと余裕があるんで、まあ引っかかるっちゃ引っかかるけど、そこまでは、まあ多分僕が気にしてるだけかなと思うんですが、そこまで多分気にならないと思いますんで、ただこの、ここら辺の腰周りのこの太さ、いいっすね。でかすぎないってところがまたね、ポイントアップしてるのかもしれません。これ多分ね、セットアップで着て、もう全然 OK じゃないですかね。全然ありのような気がする。これ伝わるかな、上からね、見た感じね、すごいね、いい、カメラで行こうか。はい、上から見た感じでございます。で、ここっすよね、このタックがあるから、ポケット入れた時に、ここのね、自由度が結構あるんですよ。で、膨らみがあるでしょ。だから、なんていうかな、ピタッとなりすぎず、でもダボッとなりすぎず、ちょうどいい塩梅っていうような気がしますね。で、このブラックだけれどもピグメント加工しているので、だからあんまりこう重たくなりすぎない、だからこれこそピグメント加工してあるこのブラックだからこそいいんじゃないかなっていうようなね、印象がございますかね。いや、それにしてもね、この生地感張り感最高ですね。とりあえずまあ
ショートパンツはね、まだ時期的にもうちょっと先だと思うんですが、このトップスなんか全然サーマルのロンティとか着て重ね着とかしちゃえば全然今からでも着られるんで、なんかすぐ使えるアイテムだと僕は思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、こちらオニータさんよりですね、これからの季節間違いなく活躍するであろう半袖 T シャツとショートパンツのご紹介でございました。で、カラーがですね、こちらのブラックを含めた5色展開、このピグメント加工をね、またね、ほんといい感じなんですよ。で、サイズが ML サイズの展開、サイズ感は少し大きめなんじゃないかなと思います。で、価格なんですが、トップス6050円、ショートパンツも6050円となっております。で、こちらの商品ページ概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひアクセスされてみてください。なんかお兄ちゃんさんの紹介をさせていただいた後、結構皆さんアクセスしていただいてるみたいで、結構爆上がりで、結構ね、なんか買っていただける方もありがたいことに多いということで、なんかね、繋がってるなっていう気がします。僕はなんかね、皆さんと同じアイテム着られるって、なんか個人的にすごく嬉しいんですよね。まあ、それがあって、こういったね、裏鬼がね、実現したわけなんですけれども。はい、ということで、今日は終わりにしたいと思いますね。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。最近ね、ちょいちょいこの 990V5 グレー履いてるんですけれども、さっきね、このコーディネートしたじゃないですか。なんか、すごい、個人的にですね、ズバッとね、ハマった感じはあります。